帰ってきました。言われ目にたたられられん。畑明の言われ目にたたられられてよサードシーズン。このラジオは日々のくだらない疑問をあなたの耳に吹き込みつつ、感情の言語化について研究をしてみようではないかという探究ラジオです。られられられん、マスコットキャラクターであり感情言語化研究所員のサンキュー達夫です。はい、水中飛行回顧庭園ボリューム3発売中です。はい、おめでとうございます。もういきなり冒頭から言っちゃいます。もう皆さん聞きましたでしょうか。これMV、はい、ミュージックビデオもね、はい、全曲動画 YouTube にアップしていると。そうです、あれすごいですよね。またそうで そうです、はい、メイキングビデオ的なものをつけてるのでぜひね見てください。またツイッター見ましたけど、畑さんまたなんかロケハン行ってきたんですか。そう、ロケハン行ってきたの。これものすごいじゃないですか。今年寒いところにでもね、素敵だなってこう自分が想像して現地に行くと、うん、あれそうでもなかったみたいな。まあよくありますね。その時計台現象ね、札幌時計台現象。で逆に、はい、まあここは普通なのかなって思って行ったら、うん、え何何何素敵すぎるんですけどっていうところもありますよね、うん、だからやっぱ実際に行かないと ね行ってみないとねわからないもんですね。はい、そして私たちちょっと声の響きが今日違うと思いません？うん、そうなんですよ、うん、実は温泉に来ちゃいました。やった、皆さん温泉入ってますか？皆さん寒くなってきたからね。今年は山形県以来ですね。ね、そうだね、そうだね。もうそろそろ寒くなってきたしね、うん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 、ここらで一つちょっと緩まないといけないと。そう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 、いうことで緩みに参りましたんで、はい、もうゆるゆるですね今。もうねホワホワしちゃった私なんか。そうですよ、ちょっといつもと違うかも、うん、今まさに混浴で収録してますからね、うん、全裸ですから、ね、さ真顔でそういうこと言わないでくれる嘘ですけどね、はい、うん、収録の方はお部屋でやっておりましてね、うん、そうです、大野くん宮沢さんも来てますよ、ね、はい、スタッフともども来ております、はい、いやみんなはまだね実は入ってないんだよね温泉。入ってない。私ね畑さんだけついてもうねすぐダッシュして温泉入って、どうでしたかここは。あ、よかったよ。あ、うん、さっぱりしたお湯でね。いいですね、だから気持ちいいのでね、終わったらねみんなもねぜひぜひ入ってちょうだいな。そうですね、うんうん、まあ宮沢さんとはちょっと別の時間に入りたいなと思いますけど、ね、ちょっとなんかゆでだこみたいな感じになってるのあんま見たくないですけど、ね、いやうちのマネージャーね反転っていうの、ね、あれがすごく似合う、似合ってました、気がついてしまって。そうです、ね、制服にしようかな制服に買って帰りたいわ。あ、そうですね、会社のね、うん、ということで本日は温泉会でございます、はい、まあ、温泉会って普通は ねアニメだと ねキャッキャウフフって、うん、1話だけなんですけれども、ね、なんと今シーズン2回目と、うん、温泉会でございます。では所長、はい、始めましょう。言われ目にたたられられ。改めまして畑明です。サンキュー達夫です、まあ、キャッキャウフフはないけれども。そうですよ、うん、ないけれどもね、ちょっとね、これからも全力で女風呂覗きに行きますから、ね、そういう、ね、アニメの温泉会みたいなこと、ね、やりたいんだ、たっちゃんも、そうなんだ、そう、ではですね、メールいただいておりますので、はい、読みたいと思います。いつも皆さんメールありがとうございま す。スートさんからいただきました。はい、スートさんありがとうございます。畑さん、達夫さん、ラレラレ、ラレラレ、20年前から畑さんの音楽を聴いているものです。前回もいただきましたね、ありがとうございます。37畳目では初メールを採用していただきありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとう。自分のメールが読まれると思うとこんなにドキドキするものだとは思いませんでした。まあね、この方はずっと昔に畑明の音楽が好きで聴いてて、ね、戻り焼きちゃんなわけですよ。戻り焼きちゃんですよね。鮭なので、まあ、あ、最近また歌歌ってんだと思って結構今また辿ってるっていう方ですよね、うんうんうん、ありがとう。自分が生きてるってことは自分の音楽を作ることという畑さんの言葉、かっこいいです。自分が生きる意味を問われても私だったら答えられないだろうなと思い、襟を正す思いがしました。そしてそれだけ気持ちのこもった音楽が聴ける喜びをかみしめております。それでは、最近はめっきり寒くなりましたが皆さんご自愛くださいということで、はい、まあ、また最近の曲についてもね、はいはい、一つ一つ感想なんかいただいてますけど、ね、すごい嬉しい。やっぱりね、なんか、うん、反応が欲しくってやってるわけじゃないんだけれども、うん、ただ
やっぱり反応をもらえると、うん、あ、やっててよかったなっていうすごい励みになるから、うん、そうですね、うん、本当嬉しい。たくさん感想を書いてくれてありがとうございます。佐藤さん、ね、いっぱい聞いてくれると嬉しいな。そうですね、何なんですかね、うん、この反応を期待しているわけじゃないんだけど、うん、反応があると嬉しいっていうのは、うん、これ何なんだろう ね、うん、ね、何なんだろう。たっちゃんもそういうことない？まあありますよ、自分の出したものに対して。基本的にはまあそうですね、うんうんうん、まあやっぱ無反応ってことはこれ誰が見てんだろうとか、うん、誰が読んでんだろうって思っちゃいますからね。うん、うん、誰が聞いてんのかなって、もしかしてこの世で自分しかこれを好きじゃないのかなとかさ、そう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 、ちょっと思っちゃうね、うん、だからといってやめることはないんだけれども、うんうん、私のこの心の音ともはどこにいるんだろうみたいな、そうだ、ね、気持ちになっちゃうんだよね、うん、でもなんかね、いることが分かった、嬉しい、よかったです、ありがとうございます、うん、須藤さんこれからもお願いいたします。ミスター K2 さんよりいただきました。はい、いつもありがとうございます、レギュラーですね、この番組レギュラーですね。畑さん、田蔵さん、ラレラレラレ、ラレラレン37畳目のくだらない疑問のコーナーではビールの美味しさに関するお話がありました、ね、はい、クラフトビール美味しいよって。畑さんがビールを美味しく感じられているのは味もさることながら、あの原料からこう変わったんだという背景にも思いを寄せながら飲むことで口も嬉しくなり美味しく飲めるとのこと、うん、そう、無理に思いを馳せ、また畑さんは日本酒を飲みながら大福を食べるのがお好きだと聞いて、はい、原料の観点からは畑さんには石川県金沢市のジロ飴も合うかもしれないと思いました。ジロ飴はお米と大麦で作られた水飴です。うんうんうん、江戸時代にこれを発明された方はすごいなと思います。以前金沢に旅行した時に一つお土産に買ってみましたが、甘すぎることなく程よい甘さでした、うん、畑さんおすすめのクラフトビールは私も関心があったので機会を見て飲んでみたいと思います。ぜひぜひぜひ飲んでください、おすすめです、この方はね、あの追伸で畑さん名古屋に来られていたことを知り、畑さん来訪記念みたいな感じで10月30日に名古屋のオアシス21の写真を撮ってしまいましたということで写真までね送ってくださいました。ありがとうございます。そうなんです、名古屋に行ってきました。名古屋もねロケハンで行ってきたんですけどね、うんうん、食べちゃうよね、ひつまぶし。まあ名古屋はね食べ物が割とうまい、ね、どこ入ってもうまい、ね、あ、それで思い出した、うん、うちのマネージャーの失敗の話してます。なんすかなんすか、うん、名古屋で私ロケハンでね、うん、ひつまぶしがすごい楽しみだったの。ひつまぶしね、で終わったらみんなで食べようって言ってて、うん、でお店ね、うん、あの予約しておいてほしかったね。まあね、うん、あの人数がなかなかそうですね、うん、で、まあ、予約しといてねと言って、でなんかコースじゃないと予約できないみたいって言うから、あ、じゃあコースにしようよって、うん、コースだとほらうなぎの美味しい料理をちょっとずつ食べられるし、まあね、いいよねいいよね、うん、じゃあコースにしようねって、で私はもうね口がうなぎのコースだった。まあそうなりますよ、うん、もうそういう気分でしょ。最終的にはもうお茶というか出汁を入れてね、そう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 、流し込むという、ね、ロケハン結構寒くって、こういろんな動きをしたりしてなかなかハードで、もうくったくたで、よしでも私にはひつまぶしがあるって思って、うんうん、まあ、お店に行って、でもう出てくると思うじゃない、料理が、コース料理が、はいはい、そしたらじゃあ何頼もうかみたいなこと言い出してあれ、あのさ、うん、あのコース予約したんじゃなかったのって言ったら、うん、してないよとかしれっと言ってなんでなのねえ、どうして、私言ったよねコース料理予約し て, 言ったよね、私言ったよねなの、言ったの、うん、言った言った、確実に言った、お店を予約するだけじゃなくて、うん、コース料理予約してって言ったの、うん、かばいきれないな、これはかばいきれないな、そこでなんか一気に場の空気がカーンと凍ってで、お店の人もにも最初はね、なんかコース料理、うん、あの今日急には無理ですよねとか、うん、マネージャーが言ってて、うん、あ、ちょっととか言ってたんだけど、やべえこれ大失敗じゃんこれ。でもね、あまりにその場の空気が凍ってしまって、お店の人が、怖い怖い怖い、あのちょっと聞いてまいります、空気読ませたうわで結局なんか、うん、あの全部あるわけじゃないんだけれども、うん、できるコースもありますので、そちらお出ししましょうかというお店の方の、ね、起点のおかげで、うん、私は無事にコース料理を食べることができました。よかったはず、うん、あーみやこれやらかしたなこれ、うん、でも畑さんの圧すごいわけじゃないですか、そこでね、すごい圧かけるわけじゃないか、その時宮沢さんどんな感じだったんですか、ちょっとしおれてるみたいな感じはあったの？さすがにその時はあ、しまったって顔してます
その顔見たかった。いや私ずっと言ってたから、もうひつまぶし終わったらね、楽しみだよね、楽しみだよね、楽しみでってずっと言ってたから、さすがにあ俺やっちゃったかなっていう、やべえなっていう顔に、あその顔なかなか見たことないな。で、うん、その時あのね、あのカメラマンさんとデザイナーさんが一緒だったんだけど、ーコースが出てくるって分かったらみんなが、はあ、よかった気使わすんじゃない、うん、ちょっとね場が凍ってた、私があまりにもがっかりしてしまった。まあそうなるわそうなるわ。でちょっとねちょっと反省した、大人げなかったなって思って。そうよ羽田さん、いくらね、うん、そのアーティストとマネージャーだからといって、うん、あの別に下僕でも奴隷でもないですからね、うん、宮沢さんも人だから失敗もある、まあ、日々失敗ばかりですけれども、まあでもねもう良かれと思ってやってることかもしれない、まあまあね、あの時あまりにもね、私もだから驚きを出しすぎて、うん、なんでえ頼んでないのみたいな、そこ、ここ難しいところだよね、うん、難しい。だからこれでコース料理予約した場合に別のお店でね、うん、えコースなの、もうそんな食べられないよって言われたら、またそれはそれでもうねトラウマになっちゃうから、うん、あこれはちょっと普通の若手だったら追い込まれますけど、これ聞いてる方安心してください、あの宮沢さんに神経はないんで、あの大丈夫です大丈夫なんですけど、これプロだから、プロの無神経だから大丈夫なんですよ皆さん、ね、ここ誤解しないように。いつもはねそこで私がここ、はい、ってなって、もそんなにね、あごめんごめんとか言って、そんなにへこたれてないんだけど、まあまあ、そのごめんごめん言ってたっけ、うん、みたいな感じのすっとぼけは僕何度も見てますけど、さすがにその日はすっとぼけてなかった。やっぱね羽田さん、ごめんって、そうですよ、羽田さんもだからもうちょっと人の失敗、まあでもな人の失敗散々受けてると思うからね、せめてマネージャーだけはっていうのはあると思うんですけど、まあね、戦いは続きます。はい、コットンさんからいただきました。コットンさん久しぶりですね。羽田先生、達夫先生、ラレロラレラレラレ、コットンと申します。はい、36畳目では私の思い内容を紹介いただきありがとうございました。はい、あお仕事ね、はい、そっかそっか、結構お仕事つらい、お仕事ね大変だなって、うん、そしてお気遣いありがとうございました。本当の優しさを感じさせていただきました。ご恩返しがしたくてお便りいたしますさて、落ち着かない状況が続くと気持ちも迷ってばっかりです。そんなある夜中の3時、山寺へ行けと声が聞こえ目覚めました。そういう声なの、そういう声なの、山寺へ行け山寺はたたらじで畑先生と達夫先生が訪れた場所、はいはい、間違いない、何かあると直感夜明けとともに嫁と出発しました。はい、朝8時に着き13時に下山、あすごい、5時間かけて天空へ行き下界へ降りてきました。あこれ付き合ってくれるお嫁さんいてよかった、ね、もう素敵。山寺から教えられたことは、目の前のことをやれ私いろいろと焦っていたんだと思います。皆さんなの焦らずマイペースにできることを一歩ずつ進めていきます、うん、山寺という素敵な場所を教えていただきありがとうございました、はい、最後にコントラストが綺麗な写真を嫁が撮りましたので添付します、はい、撮影場所は仁王門のあたりです、はい、素敵なお写真もありがとうございま す, いますということで、この方も写真を撮ってくれましたね、はい、ね嬉しいね、ありがたい。でもいいね、朝から山寺デートっていいね、いいです ね, ね素敵だね。なんだろう、お蕎麦食べた？でもやっぱりお腹の3時に声が聞こえて目覚めていったんだってあ、もしかして奥さんだったのかも。山寺行きたいな、山寺デートしたいなとか思って山寺行きみたいな山寺行き、うん、って言ってたんかもね。ああなんかいいね、仲が良い感じが伝わってきてね。でもいいよし山寺行こうって言っていいよって言ってついてきてくれてる、うんね、で朝8時について登ってくれる、うん、一緒に降りてくれる、うん、こんないいことないじゃないですか、ね、素敵だね。これ以上何求めますか本当に、ねうん、いやー森がほっこりしたよ、ほっこりしました、ありがとうございます、ね、その後分かってよかったです。また、ね、どんなことでもいいんでねメールいただければと思います、うんうんうん、はい、まあ、以上が日々のお便りでございましたけれども、はい、早速ねあのコーナーへ参りたいと思います。はい、日々のくだらない疑問、日々の生活の中で普通にやり過ごしてきたけどこれ何か変じゃないを語り合うコーナーです。僕ちょっといいですか。あいいよいいよ。今日ね久しぶりじゃなかった、駅前でねレンタカー借りたんです、うん、ここ来る前に、うん、車乗るの大好きなんで、うん、
普段自分が乗ってない車乗りたいなと思ってレンタカー借りたんです、うんうんうん、でそしたらね、うん、僕が入ってるレンタカー会社で調べたら、うん、6500円ぐらいだったんですよね、うんうん、まあそんなもんかと、1日借りてそんなもん、まあ安いかなと思ったんですけど、うんうん、全く別ルートで、うん、旅行サイトレンタカー調べたら、うん、同じ会社で、うん、今度5000円くらいで出てるんですよ、うんうんうん、おやと思って、うん、でもなんか旅行会社から予約しようとするともうまたなんかいろいろね、名前とか書かなきゃいけないし、うん、めんどくさいなと思って、うん、でじゃあまあせっかくだったらいつもお世話になってるしこっちの方で予約したらちょっと割引とかポイントがたまったりとかあんのかなと思って、そのレンタカー会社の方にわざわざホームページまで行って予約したわけ、うん、そっちの方がやっぱ1500円ぐらい高いわけよ、うん、これおかしくないこれあなたの会社のためと思って、うん、良かれと思ってわざわざ旅行会社からじゃなくてこっちの方で予約してるのに、うん、高くないっていう、うん、でそれを受付で言ったの俺、うん、言ったんだ、他の旅行サイトだとこんな安いのにここのレンタカー会社のホームページから頼むとこんな高いんですかって聞いたら、うんうん、スルーされましたよ。これどうなの？いや分かるよ、だからもともとも自分の顧客じゃない人に、うん、まあね来てもらいたい、でもそれだったらレンタカー会社の会員登録はないから、うん、何のためにこれやってんのかなと、まあいろいろねそのタイアップはあるんだろうと思うんですけど、うんうん、おかしくない？スルーしたっていうのが一番おかしいなと思う。まあ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 、だから、そこは 何かと説明をしてほしいよね。いや申し訳ございません。現場の受付の人は何も分かんないでしょ、だからそれはどういう仕組みなのかとかね、うん、いやその分かんないことを言ってほしくない、ごめんなさい。僕はさもうラオックスとかで育ってるから、うん、別の店でいくらだったって言ったら安くしてくれるルールあるじゃんあ家電的なね、そうそう、うん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 、ちょっとそれはね下せない、うん、消せないの、それ分かる。私もね他のことで思ったんだけど、ホテルを予約するときにね、やっぱ公式サイトがある最低価格ですって書いてあるところもあるんだけれども、うん、他のサイトで見るとやっぱりポイント分だけちょっと安くなってたりとか、うん、うん、あれ最低価格じゃなくないみたいな、うん、何なのあれかといって、うん、そこに連絡して最低価格じゃないですよねっていうのも、うん、なんかこうちょっと心がモヤモヤするなっていう。いやラオックス育ちだったらいいラオックスは他店の金額言えばその価格にしてくれましたからねあれってだから逆に差額分をその旅行サイトが持ってるってことなんですかね、うん、そうなんじゃないかな、分かんないけど、うん、分かんないんだけど、でも気持ちはさやっぱり公式で取ってあげたいじゃない。そう、取ってあげたい、ね、だってそのためにお前ホームページやってんだろ、そうそう、でいつもお世話になってるしありがたいしと思って貢献したいなと思ってるのに、そうそうそう、しかも俺会員番号とかもあるからこっちの方が予約便利じゃん、うん、LINE まで登録してるの何この仕打ち。そう、なんか一途な思いを踏みにじられてる感じがあるよね。そう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 、俺だけが付き合ってるつもりでいて、相手はいろんな男とやってるわけ、もうそれが本当腹立って、お前なんかどうでもいいよみたいな感じに言い方がね、うん、になりましたけど、ね、でも一番伝わった、それ一番伝わった、うん、あるし、どうなのって、うん、思いましたよ。どうなのって思うね、うん、思うよ。HO さんからいただきました。はい、畑様、達夫様、ラレラレラレン、部屋の汚い HO です枕言葉第35回36回では都内のホテルに泊まったけれど楽しめなかったという話がありました、はい、私がね、話の中で自分の家の方が快適だとおっしゃられていたと思いますが、部屋の汚い私としては自分の部屋を快適に過ごせるための努力をしている畑様はすごいなと思いました。日常を大切に過ごしている印象を受けました。え、怠け者というのは部屋を散らかし放題の私、いや達夫さんのようなもののことを言うのですホテルよりも快適な環境を整えている畑様は何も悪くないのではと思いましたそうかな、家に帰りたいのに帰れない状態というのはストレスでしかないですし、心理的には帰宅中に電車が止まって閉じ込められた状態に近いのではと思いました。楽しめなくて当然みたいな、うん、実際どういった状況で鳩様がホテルに泊まったのかわからないので邪推でしかないんですが、鳩さんは自分に厳しい結論を出されていました、うん、どんな状況でも楽しみたいという向上心は素晴らしいなと思いました。ありがとう。さてさて、日々のくだらない疑問、こっから本題かい、来た、こっから本題かい、
最近いろんな場所で話題になっていることですが、妻の故障問題です。はいはいはい。奥さん、嫁さん、女房だとかラジオなどではパートナー、連れ合い、配偶者などと聞いたことがあります。うんうんうん、旦那、主人なんてのも違和感です、うん、ジェンダーを気にしすぎることが逆に問題なのかもしれませんが、今のところしっくりした呼び方がないのが現状です、うんうん、畑さんなら何かいい名前をひらめいてくれるのではないかと期待をしつつメールをしてみました。ご一行いただけると幸いです、はい、だんだんと寒くなってまいりました。風邪などひかぬようお体ご自愛ください、はい、タタラジバッチ希望です、はい、ありがとうございます。永長さん、あ、この故障問題は、うん、これは ね、結構いち早く東京ポッド許可局で扱った気がするんですけどね。なかなかこれ難しいと、うん、その時はどういう結論になったの？牧田さんはね、連れ合いがいいって言ってました、うん、もうそのタンスの奥にしまっている言葉をね、ちょっと誇りを取って使ってみようみたいな、うんうん、で連れ合いは私もいい言葉だなって、まあパートナー、うん、パートナーって辛かっていうのはありますからねみんなね、パートナーは、まあ、パートナーっていうと、うん、婚姻関係にはないが一緒に住んでる人みたいな感じもするし、なんとなくね、そう、うん、なんかビジネスパートナー的な感じもあるし、うんうん、そう、なんか意味がかなり広くなってしまうような気もするし、まあ、連れ合いはなかなかいいなと。配偶者って言うとやっぱちょっと冷淡な感じがあるのかな、なんか書類に書くっぽいよね。嫁さん女房とか言うとちょっと所有物っぽいイメージがあるっていうんで、うんうんうん、まあでもね、さっきの方を嫁さんって言ってましたけど、うんうん、まあ、嫁っていうのはね、基本的にその夫の両親が使う言葉ですからね、うんうん、そうなんだよね、そうなんだよね、奥さん、うん、第三者が呼ぶ問題と自分が呼ぶ問題、うんうん、両方入ってるからね、うんうん、僕はね、なんかうん、夏目漱石が好きなんで、うん、崔君、うちの崔君、崔君ってなんだよってずっと思ってましたよね中学生ぐらいの時に、崔君って思ってましたけどね、君がね、細い君、君が、それが細い君の方ならこう文学的だけど、そうですね、時々ブログとかを流し読みしてる時に、なんか旦那君とか息子君とか書いてるブログとかがあって、私あれにちょっと引っかかってしまったのね。グラビアアイドルになんとかくんって言ってる親父ジャーナルみたいですよねカタカナのくん、違和感がなんだろう、この違和感、やっぱ俺旦那っていう言葉なんかすごくなんかこう下品な感じするんだよね、うん、でそこにさらにくんついちゃうんだよ、うん、なんか小バカにしてる感じもあるんだよな、なんとなくで、だからといってそれがもっと格が高いっていうか、なんか旦那氏とか息子氏とかいうパターンもあって、なるほど。でね、それもちょっとね、こうモヤモヤするのね。モヤる。あれ、なんか、うん、このね、モヤモヤはね、ちょっといつか話し合ってみたいなと思ってたからちょうどよかったというか、ちょうどよかったんですけど。どうなんだろう。私はね、その連れ合いがいないので、はい、どう、まあ、たっちゃんもいないよね。はい、どう呼びたい？じゃあいたら。サイ君だよ、サイ君。サイ君。サイ君。まあサイ君も細い君って書きますけどね、年々太くなってきますからねでも友達のそのパートナーとかはやっぱ奥さんって言っちゃうかも、うん、あ、言ってる言ってる、うん、私的には魂の片割れみたいな、いや長いわ長いわ、畑さんの魂の片割れどうしてんのっていう、それ言えないよ、じゃあ玉方で酒飲みながら、あんたの魂の片割れさ、ちょっとあれどうなのとか言えないじゃん、うちの魂の片割れがとか言えないじゃん、もうでもそう、そう思える人と結婚できたら素敵だな、うん、なんだろう、ソウルパートナーでしょ、だからでもそうなるとちょっとなんか急にうさんくさくうさんくさくなるよね、うんうん、まあまあだからね、玉方、玉方玉方玉方ね、玉が片っぽしかない人みたいに思われちゃうからいやいやいや、まあ何個でもいいんだけど、うん、何個でもいいとか言うんじゃないよ、うん、って呼びたいな、うん、玉方ね、魂の片割れの玉方、玉あ、いいですね、うん、あ、なるほどね、うん、あ、その玉方がさ、なるほどね、呼んでそれはだから、まあ、読んでみたいかな、夫が言うにも OK、 夫が妻に言うのも、うんうん、うちの玉方って言われてもいいかな、まあね、そうだね、だから夫妻っていうのはまだなんかフラットな感じするけど、うん、第三者としてその
妻のことを何というかというと、もうワイフ、奥さんだけど、うん、魂の方、玉方、玉方、その玉方、絶対普及しねえわ玉方ってなんだよ。みんな、あのね、みんな配偶者がいる人、言ってみて、お願い。卵固ゆでみたいな注文の仕方ですよね。玉方で、半熟やめてみたいなね。明暗だと思ったでもこれはそうっすね、うん、あ、まあ玉方だったら明暗かもね、うんうん、なかなか生きてる気がしない。だからまあタタラジリスナーだけは言ってください、うん、玉方玉方、ね、玉方うん、お願いします。そうですね、奥さんにも言っていい、うんうん、で旦那さんにも言っていい、うん、いいよ、ね、使って使って、はい、ありがとうございます。はい、といったわけでね、ではあの皆さんもこういった日々のくだらない疑問があったらメールくださいね、はい、では続いてのコーナーです。感情言語化研究所。このコーナーは感情の言語化についての研究です。感情をどう言語化して歌詞につなげるのか、またこの感情を言語化したいなど、たたらじリスナーも研究所員として参加してくださいね。はい、所長、本日も感情言語化について探究進めてまいりましょう、はい、進めましょう、このラジオの本丸ですからね。ね、むねさんからいただきました。はい、むねさん、ありがとう。畑さん、達夫さん、ラレラレラレン、いつも楽しくたたらじ拝聴しています、ムネと申します、はい、最近お話しされている女医力について個人的に感じたことがあったのでお便りさせていただきます。女医力、はい、これはまあ畑さんが提唱している何事も楽しむパワーみたいなね、はいはい、そうです、楽しむ力を高めようではないか。せっかくプール行ったんだったらちゃんと水着も着てちゃんと映える写真を撮ろうみたいなね。そういうことですね。タピオカが流行ったらタピオカちょっと飲んでみようみたいな、ね、そう、飲んでみよう、で飲む前から悪口言うのやめよう。そうだね、うん、私は上位力は新しく始めることほど必要になる力なのかなと思いました、うんうん、例えば最近興味本位で色彩検定の本を読み始めたのですが、うんうん、前に取り組んでいた IT 系の資格勉強よりも楽しめているように感じました、うんうん、また特に意識しなくても本の内容が頭に入りやすく覚えやすくも感じました、うんうん、これはおそらく絶対に受からなきゃとは考えず気楽に読めていることで余裕を持って上位できているからかもしれないと思いました、うん、まあ、本当は本気でやってることほど楽しめていないといけないと思いますが IT 系の資格勉強は残念ながら楽しめてなかったです、うん、上位力をうまくコントロールできれば新しくやりたいこと、新しく覚えなきゃいけないことにもっと楽しく向かい合えるのかなと思いました、うん、これからいろんなことを上位できるように工夫していきたいと思います。以上、今後もタタラジ応援しておりますということで、はい、ムネさんありがとうございます。ムネさんありがとう。あ、ムネさんのこの考え方いいね。本当は本気でやってることほど楽しめていないといけないと思いますが、まあまあ、っていう考察がなかなか素晴らしいと思うのですよ。やっぱ仕事になっちゃったりとかすると楽しめなくなっちゃう部分もあるし、うんうん、でも本当はそれが楽しくなあるのがベストだっていう考え方ですよね。ね、そうだよね、うん、ただ楽しくないっていうか、その、ね、まあ、絶対に受からなきゃとか、うん、そういうプレッシャーもある程度なんか役に立つじゃない、うん、そうね、その緊張感っていうのもその時は楽しめなかったかもしれないけど、まあ、後になって資格を取れた後とかにね、うん、あ、頑張ってよかったなっていう、うん、自分の努力に対する喜びがじわーんと湧いてきたりするから、うん、それもなんかね、後から女医力みたいな感じかもしれないよね。なるほどな。でも確かにその興味本位でまず何かをするっていうのが、それはやった方がいいよね、うん、それなかったら楽しさの習慣がなくなってくるっていうか、うんうんうん、こういうのってある程度習慣だよね、楽しむの。そうですね、何事も一番最初は好奇心を満たすっていう段階がありますよね、うんうんうん、で好奇心を満たした後、うん、その本気で取り組むかどうか、うん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 、だからそれは何を満たすのかな、達成したい気持ちとか、うん、満足感を高めていく作業なのか、うん、ちょっと分かんないですけどね、まあ、好奇心の先に本当は何かがあるんでしょうね、うんうんうん、そうだね、その最初の好奇心ってさ、うん、なんか性欲とやっぱ似てない？まあ、そうですね、このムラムラするっていう、うん、でその対象に向かって近づいていくっていう、うん、確かに確かに、うん、まあ基本男の子みんなそうですよね。ムラムラして近づいていく、好奇心満たされてもういいやみたいな感じになるやついるから、それはそれで良くないですけど、そんな男子をそれだけの生き物のように、まあまあまあね、いや、そ
それはさ、性差はないんじゃないの、何か。そうですね、うん、確かに。何かこう、に対してムラムラして近づいていくって。なんかね、うん、今僕大学生にZoom で授業やってるんですけど、3分間でね、なんかみんなにおすすめしたいことをプレゼンテーションしてくださいって言ってるんですよ、それでね、男の子がね、シャンプー、とにかくいろんなシャンプーを試してみたっていうでおすすめシャンプートップ3みたいな話してたんですよ、もう本当にありとあらゆるシャンプーをなんか試してるんですよ。で、本当ピンキリなんですよね。安いやつからめちゃくちゃ高いやつってもう1本なんか5000円ぐらいするやつとかまでやってて、あ、これは割としっとり感がどうのこうので、なんかボリュームがどうで、匂いがね割とこういう感じでみたいなことをね女子たちになんか言ってるわけ。18歳が何言ってんだとか思って、でも結構これ面白いなと思って、あ、じゃあちょっと僕もシャンプー試してみようかなと思って、ちょっといつもと違うシャンプー試してみたりとかして、それはねなんか楽しかったです、なるほどと、こういうことなんだね、もうシャンプーが全然違うのってっていう、なんだったら僕なんかもう銭湯のリンスインシャンプーで満足してましたから、やっぱそうなるとね、シャンプー弱者だったじゃないですか。でも シャンプー強者の話を聞いて、あ、なるほどみたいな、こういう楽しみ方あるのねっていうのはなんか最近知りましたよ。それはなんか今好奇心を満たしている段階なんですけど、もっと求道者になっていくと、新しいシャンプーが出るたびに試さなきゃいけないっていう義務になっていくじゃん。はい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 。あ、コンビニのお菓子系とかそういうとこあるよね。そう、そのね、なんていうんだ、ムラムラの行き着く先って、そのムラムラが義務になってくると、なんていうんだ、それまた違った道になって、まあそうですね、熟年夫婦みたいな感じで、ね、してしまって、倦怠期来てますよね。で、まあ、皆さんもご存知かもしれないんだけど、はい、私ポケモンが好きで、はい、で長年ね、ピカチュウのグッズが出ると買い続けてるんだけれども、だけど当たり前だけど、そのついてるものを全部買うっていうのは無理じゃない。無理だし、なんか新しいものが出たから全部買うっていうのも無理じゃない。無理となると、どこで線を引くかっていうことになってきて、俺も一時期だから蒼龍アスカラングレーのフィギュア全種類持ってたんですけど、もう引き取れない、もううちでは引き取れない、スペースもないしお金もないってなった。もうアスカこんなにいらない、綾波みたいになってる、これなんかいっぱいいるのやめてってなった。でもアスカが好きなの、まあ、どちらかというとアスカ、なるほどね。アスカを救えるのは俺しかいないって一時期、そういう、今は俺の手に余ると思うけど、うう、昔まだね尖ってた頃は、アスカは俺が幸せにするんだってずっと思ってましたから。そうね。もうでもちょっと新劇場版になってから見てられない。もうアスカやめて。そうね、早く俺の胸に飛び込んできてって思ってた。俺じゃなくてもいい。俺が信頼できる男でいい。そうなってきちゃったね。信頼できる男。誰がアスカを幸せにしてやれるんだ、信じこの野郎っていう。いや、だから なんて言うんだろうね、そのムラムラの言いたいこと分かんなくなってきちゃったよ。別にアスカにムラムラしてるわけじゃない、全部をカバーしきれなくなるっていうことですよね、そうなるとどこで線引きするのかってところで、その線引きっていうのが自分が一歩引いてしまうって思っちゃダメなのかなっていう、なるほど、距離を取るわけじゃないんだよっていうところなんだけれども、その自分が向き合えるところだけを向き合うっていうのは、これってなんて言うんだろう、もしかしてすごく都合のいいことなのかなって。なるほどね。それさ、親子とか夫婦とかだったらさ、それやっちゃダメじゃない。確かに。全てを受け入れなきゃいけないのかなって思うんだけど、でそれからね、こう話がどんどんずれていくんだけども、となると、なんか私ってこう人間関係にこういいとこしか見たくないのかなって思ってちょっと落ち込んじゃったのね。それはいつ頃？ピカチュウのグッズの新作を眺めてる時。ああ、なるほどなるほど。ああ、全部は買えないと思って、置くとこないし。そうなんだよ。そうなんだよ。線引き、好きなものに対して線引き、みたいな、この恐れ多いみたいなね、何様なの私は。そう、あ、私ってもしかしてこういうことを人に対してやっちゃってるの。ああ、なるほど。
これどうなのかな。でもどうだろう、まず例えば興味がある、うん、まあ、男女でも構わないけど、うんうん、まあ、仕事上で出会って、うん、まあ、仕事一緒にするっていうのが多分健全だと思うんですけど、うんうんうん、興味があるってなって、うん、でもこれ実際友達付き合いしたら大変だなみたいなのがなんとなく見えてくるんですまあね、うん、まあね、まあね、うんうん、だそうなった時の距離の取り方をどうするか、うん、ね、うんうんうん、そうするとやっぱ年を取れば取るだけなんかこう無茶なことはできないなって思ってくるわけだよ。まあね、好きで責任取りきれねえな。そう、好きでいたいから少しこう距離を置きたいなとも思っちゃったり、うん、あ、ごめんね、むねさん、全然話がずれてったよ。ずれてったよ。いろんなことをジョイできるように工夫する、うん、その工夫の方法ですからね。あ、まあそうだね、そうだね。だから絶対受からなきゃと一緒で、うん、国語辞典でも何でもそうなんですけど、うん、ピカチュウであるとか、うん、アスカもそうなんですけど、うんうん、全部集めなきゃとか、うん、そうなってくともう苦しい苦しいってなってくる。苦しいよね。だから全部とか100点じゃなくてもいいと、うん、なんか理想はね、うん、高く持ちたいなって自分では思ってて、理想を高く持つ、あの80点取るためにはやっぱり100点を目指さないと80点取れなかったりするじゃない。だから高いところを見といてやれるところもらって頑張って走っていきたいなっていう気持ちもあるじゃない、うん、あのやれることだけやっておきましょう。だからこの人は、うん、やっぱ本気でやってることほど楽しめてなきゃいけないっていうことは分かってる、うんうんうん、その気持ちもありながら、うん、でも、うん、こっちの方が楽しいなっていう、うん、でも俺それが分かってんだったらこの状態が今一番いいんじゃないかと思うんです、うん、そうだよね、うん、上力高いよね。上力高いと思う、うん、上力高いしやるべきこともちゃんとやれるってすごいじゃん。人間力高い。そうですね、うん、素晴らしいです。奥さんほど愛さなきゃいけないなと思ってるんだけどこっちのこの子が可愛いっていう。ちょっと待って、一緒じゃない。でもよくよく考えてみたら奥さんもいないのに何を言ってんだ君は。ありがとうございました。というわけで以上感情言語化研究所でした。そろそろお別れの時間となりました。タタラジは皆様のお便りをお待ちしております。日々のお便りは何でもあり、日々のくだらない疑問や感情言語化研究所にてこのシチュエーションでの感情言語化してほしいとか、微熱の情熱では微熱って何、これって微熱など、思いついたことをお知らせください。宛先はタタレディオアットメトロフォルテドットco.jp、 YouTube 版ノート版からのメールフォームを使うと簡単です。採用の方には旅先から畑さんがフォトメールまたはリアルハガキをお送りいたします。はい、タタラジパッチクリアファイルもお礼から選べるようにメールフォーム設定してあります。発送情報はノートにてお知らせします。感想はツイッターにてハッシュタグタタラジ、ひらがなのタタラジでつぶやいてくれるとこっそり見に行きます。見に行ってます。楽しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお知らせでございます。水中飛行回顧庭園ボリューム03発売開始でございます。開始です。開始です。回顧庭園01、回顧庭園02、そしてタタラジテーマソングのタタララ、もっともっと、サブスクリプションサービスを含め各所で配信中です。はい、CD 版は虎の穴様、メロンブックス様でも委託販売中ですので、店舗、オンラインショップ、まあ、どちらかでお求めください。はい、新作水中飛行回顧庭園ボリューム03の全曲動画やミュージックビデオも公開中でございます。畑明の YouTube チャンネルでご覧くださいませ。そしてタタラジシーズン2ノートにて再公開中です。こちらは現在無料でお楽しみいただけますので、はい、聞いてくださいね。いや、なんか今日のさ還元券はちょっとどちらかっちゃったね、うん、いいんじゃない。そういうもんでしょ。最初から結論なんか見えてなくていいでしょ。まあ、そうだよね。なんかもう私の話がどん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 違う方に行っちゃった。それってこうじゃないじゃないって思ったことを皆さんメールしてくれればいいわけでね、うん、そうだね。そうそうそう、うん、そうだね、うんうん、引き続きね研究をね続けようと思います。はい、皆さんからのリアクションもお待ちしております。はい、それでは曲を聴きながらお別れです。はい、タタラジエンディングテーマソングバッドエンドデイズです。では皆さん次の放送までたたられても弱るのよ。